皆さんこんにちは。インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、PPC 広告、いわゆるリスティング広告の、話なんですけど、ちょっと面白い事例ということで、見ていきたいと思います。ではまずちょっとこちらの方からご覧ください。はい、先日書いたブログですごく反応が良かったものなんですけど、プッシュ型広告とプル型広告の違いということで、このようにですね、プッシュ型広告はこんなのがあって、プル型はこんなのがあるんだよ、みたいなことについて、お話をいたしました。で、これに関してですね、いわゆるプッシュ型広告っていうのは、ここにも書いてるように、プッシュ型っていうのはあくまでも企業側が、企業側の視点の言葉であって、お客様側の視点では、ウォンツ状態。ウォンツ状態の人に企業が反則する方法がプッシュで、お客様がニーズ状態。何か困って解決したいと思って、自発的に行動しているときに、企業側に引っ張ってくる広告が、プル型ということで、この2つの視点っていうもので、このニーズ、ウォンツ、プッシュ、プルっていうことが、組み合わさってるよっていうことについて説明したんですけど、なので、一般的には、そのプル型広告と呼ばれるものは、お客様が、ある事柄に関して、キーワード、例えばここで言うと PPC 広告に関して言えば、ある事柄に関して、キーワードで検索している状態であるので、本来であれば、そのキーワードに対して、叶えるような広告文を考えなきゃいけないんですけど、そうじゃなくても使えるって話を今日ね、ちょっとしたいと思います。こちらの方をね、ご覧いただきたいと思います。よくですね、僕が言ってる事例の中で、奈良広告はダメだよっていう話があります。例えば、駅のホームにあるビューティー家電 LED 照明買うならビッグカメラというですね、広告。これは OK なんだけど、例えば、リフォームって検索してるときに、リフォームならクラシアンとか、住宅探しならスーモとかですね、全国の注文住宅なら何々みたいな、このキーワードが、このちょっと色が濃くなってると思うんですけど、リフォームって検索してるときにリフォームならとか、住宅って検索してるときに住宅を建てるならとか、土地って検索してるときに土地購入ならっていうのは、邪道ですよということを言ってました。なぜかっていうと、プルとプッシュを、混同して考えてるからなんですね。この左側の街の看板、もしくは、駅のホームにある看板っていうのは、これプッシュ型なんですね。お客さんが、駅のホームにビューティー家電買おうとか LED 照明買おうと思って、ホームに駆け込んでる状態はないわけです。ほとんどなくて、通勤とか通学とかの時に、何気なく駅で待ってる時に、たまたま看板が目に入るっていうケースが多いと思うんですね。なので、奈良という仮定をする必要があるんですね。買いたいんだったらビッグカメラどうですかってこれ提案なんですよ。これプッシュしてるわけですね。提案に対して、いいなと思った人が、だったら駅にし目の前地下街直結で近いじゃん。どうっていうのが、これが、いわゆるウォンツを刺激しながら、その後に、ニーズにつなげているという広告文で、まあ素晴らしい看板なんですけど、で、この右側の方っていうのは、もう検索してる時点で、奈良という仮定じゃないんですよね。もう、仮定じゃなくて、リフォームしたいからリフォームって検索してるんだってことなので、奈良ってする時点でおかしい。なぜこんな広告文を考えるかっていうと、このリアルの広告代理店、看板とか、テレビコマーシャルとかチラシを作ってた代理店が、今日からネット広告もできますよって言って、どうせこれと同じでいいんでしょうみたいな感じで、このビューティー家電 LED 照明ならビッグカメラでいいんでしょうみたいな、もうここに会社名入れるなんかってまさにまさにですね、その事例なんですけど、このようなですね、典型的な事例なんですが、このようなですね、パターンっていうのは、代理店が分かってないですね。ネットが、プルメディアだってことが分かってないわけですよ。ということを言っていました。これは今日お話する内容っていうのは、やっと本題ですけど、プル型メディアを利用するにもかかわらず、いわゆるプッシュ型の、いわゆるウォンツを刺激するような広告を出している事例ということで、お話をしたいと思います。すいません、お待たせしました。はい、ちょっとね、ここの前提が分かってないと全然これ分からないと思いますので、本題に行きたいと思いますが、こちらご覧ください。
はい。まず一つ目ですが、こちら、インプラントって検索してる場合。これ久しぶりにですね、このレジュメを作り直しててびっくりしたんですが、インプラントって検索したときに、数年前のレジュメではですね、広告文がインプラント10万円っていうのがあって、どっかが 9.8 万円みたいなのがあったのが、今見てみるとですね、7万円になってるんですよ。だからこんだけこの業界はですね、価格競争が起きて、どんどん値段が安くなってる。まあちょっと前はもう20万ぐらいしたのが、もうこの値段になってるっていうことで、相当ですね、歯医者さんは、大変だなって気がするんですが、まあまあそれはいいとしてですね。例えば、インプラントって検索すると、インプラント7万円10年保証とか、トラブルのないインプラント治療とか、池袋でインプラント 7.5 万円、目黒でインプラント 7万円、ね、こう1本 7.4 万円みたいな感じで出てます、ね。この時点で、もう 7.5、7.4、7万、7万ってなると、7万が有利じゃないですか。で、しかも、これ10年保証って書いてますよね。で、こっち側にですね、3万本、3万本の実績って書いてますよね。で、こっち、4000本の実績だったら、実績もこっちが全然上だし、一番上に出てるし、目立つし、おそらくこっちがね、押されると思うんですよね。で、それが、今までの広告だったんです。つまり、プル型メディアでインプラントって検索してるときには、検索してる人に対して、この検索結果で、自分が選んでもらう、もう比較しようとしてるから検索してるわけですね、お客さんが。だから、こう、比較対象が、ある中で自分がね、優位性を持った状態になって、しかも信用してもらえる状態になって、しかも、一番上に出すことによって、安心したりね、偶然でもあり、クリックされる人が多いから、こういう広告文を考えます。これは、プル型メディアでは、プル型用の広告文っていうのがあって、こんなとこにならとか言ってる場合じゃないんですよ。で、このようなことを考えていく。これはまたね、別の機会にも話しますが、ところが、この右下のこれを見てほしいんですね。悲惨なお口が一日で綺麗に、たった一日で見た目の良い動かない歯が手に入ります。みたいな感じ出てます。例えば、そのインプラントって検索してる人は当然 歯にですね、まあ入れ歯じゃないけど、歯を綺麗にしたい。ね。というものがあるわけですよ。で、その人たちに対して、このような、悲惨なお口が綺麗になるんだよっていう、これいわゆるウォンツーなんですよね。そのインプラントをしたい人はインプラントできますっていうところに専門ですみたいなところに頼みたいのに、インプラントじゃない広告を出すことによって、この広告文が、興味を持てば、あ、インプラントで検索しようと思ってたけど、なんかこれ気になるなという人だけがこれを押すわけです。つまりこのインプラントっていう、お客さんが自発的に検索行動を起こしているのはニーズなんですね。ニーズがあった状態で動かしている人に対して、ある意味で検索結果でお客さんにプッシュする、提案することによって、その人のウォンツの部分を刺激することによって、インプラント以外もいいかなと思った人が何だろうってポチッと押すと。そうすると、いや、インプラントだけが全てじゃないんだよって、こんなにいい歯の治療方法もあるんだよっていうページを見せられて、あ、なるほど、そうかもなと思って、考えを変えてですね。で、あ、これもいいかもなと思って、電話をかけたり、資料請求したり、お問い合わせしたりするという広告の作り方の例なんですね。なので、これは、まあ、言葉はさっき、奈良広告がダメだって言ったんですけど、インプラントで検索してる人に、インプラントっていう商品を持っていない人が、インプラントって検索してる人に対して、自分のところに誘導しようとしている場合は、このようなね、過程が必要なんですね。だから、ここではね、奈良っていうのを使ってませんが、胃酸の口が一日で綺麗にっていうことで、インプラント以外の治療をお考えの方、奈良ということなんですね。まあ、正確に言うとですね。という、提案型の広告、まあ、プッシュ型、プッシュ型っていうとちょっとややこしいので、ウォンツ型って書きましたけど、お客さんの、潜在的に持っている欲求を刺激することによって、ホームページに誘導して、ホームページがちゃんとできていれば、それで制約するという広告の出し方です。これは、プル型メディアの、この普通の、ニーズを答えるような広告文とは全く違う作り方をする必要があって、いわゆる、あ、これこれと僕がよく言ってるやつですけど、あ、なるほど、あ、そうかもねっていう広告文の作り方なので、そのニーズをさらに固める、広告文とは違うんですね。
で、ここの、インプラントって検索してる場合の広告文は、ニーズをとにかく、ニーズで検索してる人に対して、それを 100% 叶えるっていうところに集中した広告文にすべきです。で、これでホームページに行ったときに、ホームページの中で、さらにこんなもっといいことできますよ。オプションでこんなことありますよ。みたいな形で、ウォンツを提案するのはいいことなんだけど、検索結果の広告文までは、あまりウォンツは意識しない方がいい。なぜかというと、広告文は、文字数の制限があるので、この中で、このライバルに勝たなきゃいけないですね。このクリックさせなきゃいけないので、その部分に、そこまで行ってるよりは、もうとにかくニーズを叶えるってところに集中した方がいいというふうに思っています。なので、その中で、ニーズに反応しなかった人がこの広告をクリックするということです。この広告が、このインプラントってキーワードで仮に一番上に出るようになってたら、それはそれですごいことですよね。つまり、キーワードマッチをしていない。普通であれば、タイトルだったり文章中にインプラントという言葉が入ってないとクリック率が下がると言われているのに、下がらないで上の方に行って、しかもインプラントって検索しているのに、ホームページ上にインプラントという言葉がないのに、スコアが高くないとここの位置を保てないので、そうなっているんだとしたら、それはすごくいい、広告文だし、ページも、よくできている。ね、それ以上にクリックされていると言えるもんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ現状では、このような激戦のキーワードではこういうことがあるわけです。ところが、ちょっと面白いのがありましたので、見ていただきたいんですけど、同じくインプラント同じで、まあ激戦キーワードと言われているのが、レーシックってキーワードなんですね。これは、目を良くするって、視力ね、回復するっていうキーワードなんですが、このレーシックはですね、なかなか面白い広告が出ていて、ここに、レーシックを超えた視力回復法、安全が高く、近眼の戻りも少ない視力回復術。あ、近眼になっ、もう一回ね、目を良くしたのにまた近眼に戻るってことは少ない視力回復術ですよと。テレビでも多数紹介、安心安全な最新施術、検査無料、日帰り施設も可、みたいな形で。これ、すごいいい広告ですよね。レーシックを超えた視力回復法って書いてるので、レーシックじゃないわけですよ。だけど、このキーワードで一番上に出ているってことは多分クリックされるし、ちゃんとレーシックって言葉が入っていて、レーシックを超えたっていう表現ね。なので、レーシックを頼もうと思ったんだけど、超えるんだったらそっちの方がね、もっと素晴らしいならそれでもいいじゃんっていう人が多分ここを押すんじゃないかなと思うんですよね。だから、なかなかそのニーズを捉えつつ、そのニーズの人に対してのそのウォンツを刺激する、広告文としては、この超えたっていう表現はなかなか面白いなと思いますよね。で、この位置をね、保ててるっていうのは、素晴らしいだと思います。タイトル、広告文、クリック率、ページとのマッチング、すべてにおいて、いいんじゃないかなと思います。で、もう一個出てるんですね。この下なんです。ちなみにレーシックもね、レーシックで何万ですみたいな感じになってますが、あと全部レーシックって入ってますよね。ここです。手術せずに視力回復。安心安全1日10分のトレーニング、無料視力回復テスト実施中っていうのが出てます。レーシックっていうのは手術をしなきゃいけないっていうのは、レーシックをしたい人は、それが怖いわけですね。目が見えなくなったらどうしようとか、目にね、メスを入れると怖いなと思ってる人が、それでもね、レーシックしたいと思ってレーシックって検索してるのに、手術しないで、しかもレーシックは視力回復するために、自分の悩みを解決するためにやってるのに、手術しないで視力回復するならそんなにいいことないじゃんということで、これも、ニーズがある人に対して、その、レーシック以外の、潜在的に持っているウォンツを刺激した広告文なんですね。このような形で、例えば自分ちがレーシックやってればレーシックできますって書いた方がいいんだけど、ないならば、ない市場に対して、自分がキーワード検索で集客したいっていう場合は、このような広告文ができるということですね。その場合は、レーシックって検索してる人に対して、例えば、メガネ描きませんかっていう広告を出しても、ちょっとこれは、反応しないわけです。だから、その、うまくニーズを捉えつつ、ウォンツを刺激するような広告文。で、ホームページもちゃんとそれを、さらに深めるような広告文、ホームページになっていれば、制約するってことがあるわけですね。はい。ということで、今日は非常に難しい内容なんですが、プル型メディアのキーワード検索で、ウォンツ型広告を出す方法をお伝えしました。
インスパイアのことでした。ありがとうございました。バイバイ。